では1月号の漢字仮名交じり書の解説を始めます。よろしくお願いします。では1月号の漢字仮名交じり書の課題です。七転び八起きのそれも花の春という、慶賀の俳句です。ではちょっと早速書きながら、解説していこうかなと思います。一行書なのである程度たっぷり墨をつけて書いた方がいいですね。用毛筆を使って書きました。オリジナルの草潤という筆で、たっぷりある程度毛の長さもあるので、こういった一行書なんかもこう墨をたっぷりとつけてぐっとこう押さえればこう太い線がこうなんていうかボリュームがつけやすいので、まあ転ぶっていう字のね、七転び八起きの旧字体のところなんかもちょっと潰れすぎちゃったんですけれども、車編と、こっちの頭のところでちょっと似たような形が続くので、片方でこう細長くで、もう片方で、横への広がりをつけてというような形で、ちょっと一字の中でも似たような形になりやすいところはこのような感じでちょっと幅の変化とかつけていっても、いいと思います。ちょっと荒れた線になりすぎてしまったんですけれども、こう長さのある柔らかい毛質の羊毛筆だとこう側筆というかね、横の面でちょっとこう当てていくような感じにすれば、こうグッと押さえてこの開いた形の状態で上に持っていくと、こういったちょっとこうにじんだ箇所と活筆の箇所とのね、メリハリがつきやすいので、そういったところも羊毛筆の、魅力というようなところかなと思いますので、そういった線質の変化も注意して書いてみるといいかなと思います。あとやっぱり文字の幅も揃いすぎてしまうとただ字が並んだだけになってしまいますので、広げた箇所もあればこうだんだん閉じていって、でまたこう広げた箇所、それから、閉じていってまとめるっていうような形で、余白などのバランス込みで、いろいろ変化をつけることを意識しながら書いていってみてください。